サッカーにおけるイタリアとフランスのライバル対決では、イタリアとフランスのサッカーにおける関係について記述する。国土を接し、互いにヨーロッパの主要国であるイタリアとフランスは、サッカーにおいても長い間ライバル関係にある。イタリア代表とフランス代表は共に FIFA フフワールドカップ UEFA 欧州選手権での優勝経験を持ち、世界の競合国として知られている。 ほんのに3例を挙げるだけでも、リリアン・チューラム、ダビド・トレゼゲ、マルセル・デ・サイ、ジネディーヌ・ジダンなど、近年では多くのフランス人選手がイタリアのセリエ A でプレーしており、両者のライバル意識はより明確になっている。この対戦は、過去の FIFA ワールドカップや UEFA、欧州選手権で数々の名勝負を繰り広げていることでも知られ、 1998FIFA ワールドカップ準々決勝、UEFA 欧州選手権2000決勝や 2006FIFA ワールドカップ決勝などが記憶に残る。この対戦はワールドカップで5回実現していて、両国互いに最も対戦数の多い相手となっており、歴代優勝国同士の対戦としては2番目に多い対戦カードとなっている。 1982年以前はイタリアが17勝6分3敗の成績を収め、対戦の歴史の大半はイタリアが支配してきたが、1982年から2008年までの期間はフランスが5勝4分とイタリアに負け知らずであり、2006FIFA フフワールドカップ決勝の対戦も引き分けているが、UEFA 欧州選手権2008のグループリーグでイタリアが30年ぶりに勝利を収めた。 前後半、延長フランスとイタリアが戦った数多くの対戦の中でも 1998FIFA ワールドカップ準々決勝での対戦は特に重要とされている。フランスは開催国として多くの監修の声援を受ける立場にあったし、1990FIFA ワールドカップと 1994FIFA ワールドカップはヨーロッパ予選で敗退しており、1998年、 大会は3大会ぶりの出場であったため特別な意欲を持ってこの試合に臨んでいた。フランスで初開催された 1938FIFA ワールドカップでフランスはイタリアに同じく準々決勝で1から3で惨敗しておりイタリアに大会に連覇を許していたため1998年大会は1938年大会での敗戦の 雪辱を遂げる場としての意味合いもあった。イタリアは 1982FIFA ワールドカップで優勝、1990FIFA ワールドカップで3位と 1994FIFA ワールドカップで準優勝と、過去数回の FIFA ワールドカップで好成績を収めており、開催国に勝利して3大会連続で準決勝に進出することが期待された。1九百十年から百八十六年までの、 対戦ではイタリアがほとんどの試合に勝利したが、1980年代から状況が変わり始め、この大会はどちらの代表が1990年代の支配者であったかを明確にさせる大会であった。この試合はまた、両代表の多くの選手がセリエ A の数クラブに集中し、普段は同じクラブでプレーする選手たちが2つの代表に、 別れて対戦するという点でも重要な試合であった。この大会開催時点で、フランスのジネディーヌ・ジダン、ディディエデシャン、マルセル・デサイ、ユーリジョル・カエフ、リリアン・チューラム、バンサン・カンデラ、アラン・ボ・ゴシアンの7人が、イタリアのセリエ A でプレーしており、ローラン・ブランはかつて SSC ナポリでプレーした、経験があった。一方のイタリアは22人中20人が、セリエ A のクラブに在籍していた。 この試合はオープンな展開で質の高いものであったが、両チームに得点機会があったにもかかわらず、延長戦を終えて0から例の同点であり、試合は PK 戦に持ち込まれた。先行のフランスは5人中、ビセンテ・リザラズを除く4人が成功したが、後攻のイタリアは、デメトリオ・アルベルティーニとルイジ・ディビアジョが外し、フランスが0の0で準決勝進出を決めた。 イタリアの5番テキッカーのディビアジョのシュートが外れると何人かのフランスの選手はクラブでのチームメイトを慰めた。PK 戦前後半延長イタリアとフランスは 2006FIFA ワールドカップ決勝で再び顔を合わせた。試合開始7分にイタリアのマルコマテラッツが PK を献上し、この試合を最後に現役引退を発表していたフランスのジネディーヌジガンが 先制点となる PK を決めた。しかしその後はイタリアが主導権を奪い返し、19分にアンドレア・ピルロのコーナーキックをマテラッツがヘディングで決めて1から1の同点とした。後半は試合が膠着し、延長戦ではフランスがチャンスを決めきれなかった。110分には世界中で議論をかもす出来事が起こった。次ダはマテラッツィにマークされていたが、 マテラッツィに何か囁ささかれた後に振り向き、マテラッツィの胸に頭突きした。主審はこの出来事を見ていなかったが、マテラッツィが地面に倒れたことで試合を中断し、腹心と話し合った後に、ジダンに対して、レッドカードを提示した。イタリアは、試合の残り10分を数的有利の中で戦ったが、得点を上げることはできず、勝負は PK 戦に持ち込まれた。決勝が、 PK 戦にも連れ込んだのは FIFA ワールドカップ史上2度目であり、1994、FIFA ワールドカップではブラジルがイタリアを破っていた。先攻のイタリアは、ピルロが、後攻のフランスは、シルバンビルトールが PK を決め、イタリアは2番手のマテラッツも決めたが、フランスのダビド・トレゼゲのシュートはクロスバーを叩いて、外れた。その後も、イタリアのジャンルイジ・ブッフォン。 フランスのファビアン・バルティズともにシュートをセーブする、コットナクリオチームの4番手までが PK を決めた。イタリアは5番手のファビオ・グロッソも決め、PK5 から3で勝利した。大会の最優秀選手は、フランスのジダンが受賞し、2位と3位にはそれぞれイタリアのファビオ・カンナバーロとピルロが選ばれた。 PK 戦予選 UEFA 欧州選手権2008予選の組み分けを決める抽選ではフランスが第1ポット、イタリアが第2ポットであり、イタリアとフランスは同組に組み込まれた。その他には第3ポットからウクライナ、第4ポットからスコットランド、第5ポットからリトアニア、第6ポットからジョージア、第7ポットからフェロー諸島が選ばれ、予選通過のグループに以内を目指した。 フランスにとっては 2006FIFA ワールドカップ決勝での敗戦の雪辱を果たす好機となった。第2節にフランスのホームで行われた直接対決はフランスが3の1で勝利し2連勝とこう発信したフランスを尻目にイタリアは1分1敗と出だしでつまずいた。しかしその後はイタリアも巻き返しスコットランドやウクライナも含めた4カ国での混戦模様となった。 フランスが、首位、イタリアが2位で迎えた、イタリアのホームでの直接対決は0から0の引き分けに終わり、イタリアは3位に順位を落とした。しかしその後、イタリアは4連勝し、フランスを逆転して首位に立った。イタリアは9勝2分1敗の勝ち点29で、首位。フランスは8勝2分2敗の勝ち点26で2位となり、両国は揃って本大会出場を決めた。 なお、得点と失点ともに、フランスがグループ最高の成績を残している。本大会予選に引き続き、UEFA 欧州選手権2008のグループリーグでも、イタリアとフランスは同組となった。オランダとルーマニアも同組となり、イタリア、フランスを合わせたグループ C は、死の組と呼ばれた。2戦を終えて、オランダが2勝で、首位、ルーマニアが2分で2位。 イタリアとフランスが1分いっぱいで3位であった。グループリーグ突破をかけた第3戦で両国が対戦したが、ピルロの PK による先制点とダニエレで、ロッシの追加点でイタリアが2の0と解消した。ルーマニアはオランダに敗れたため、イタリアが2位に浮上して、決勝トーナメント進出を決め、フランスは最下位でグループリーグ敗退に終わった。 FIFA コンフェデレーションズカップではフランスが2度出場し、イタリアが1度出場している。フランスは前回の FIFA フフワールドカップ優勝国として1度、FIFA フフコンフェデレーションズカップ開催国として1度出場し、どちらの大会も優勝している。イタリアは前回の FIFA フフワールドカップ優勝国として1度出場したが、グループリーグ敗退に終わった。FIFA フフワールドカップはイタリアが4度。 フランスが2度優勝している。イタリアの優勝回数はブラジルに次いで2位であり、試合数や獲得勝ち点などはブラジルとドイツに次いで3位である。UEFA 欧州選手権ではフランスが2度、イタリアが1度優勝している。イタリアの優勝は自国開催の1968年大会であり、フランスも自国開催の1984年大会で初優勝しているが、 2000年大会では、決勝でイタリアを破って2度目の優勝を飾った。FIFAU-20 ワールドカップ及び FIFAU-17 ワールドカップではフランスが両大会ともに一度優勝している。UEFAU-21 欧州選手権では、イタリアが5度、フランスが一度優勝している。イタリアは1992年大会から3連覇しており、 通算5度の優勝は史上最多である。UEFAU-19 欧州選手権ではイタリアが3度、フランスが8度優勝している。フランスは1996年大会と1997年大会を連覇し、通算8度の優勝はイングランドとスペインに次いで3位である。UEFAU-17 欧州選手権ではイタリアが1度、フランスが2度優勝している。 イタリアは初開催の1982年大会でホスト国として優勝している。フランスはホスト国として2004年大会で初優勝しているほか、2000年代には計4度決勝に進出している。延長を経ての勝ち上がりは勝利にカウントし、PK 戦を経ての勝ち上がりは引き分けにカウントしている。イタリアはこの大会で優勝したフランスはこの 大会で優勝したフランスはこの大会で優勝したフランスのベルナール・ラコンブがこの対戦での史上最速得点を記録したが結局イタリアが勝利したイタリアはこの大会で優勝した。ありがとうございます。